釧路湿原の六甲号とは、北海道旅客鉄道が、専門本線釧路駅道路駅、河合温泉駅間にて1989年6月24日から運行しているトロッコ列車である。釧路湿原の国立公園指定を機に、1989年に登場した観光列車。かつては日本一遅い列車として人気を集め、現在は、 北海道を代表する観光列車となっている。釧路湿原をのんびりと走行しながら景色を楽しめる。春から秋にかけて、専門本線は釧路湿原に一部沿うように約1時間かけて走行する。車ではなかなか見られないような景色を望め、蛇行する釧路川や野生動物たちの姿も目の前に楽しめる。初代の六個号編成を主にゴールデンウィーク時期に、 釧路駅東路駅間を1日1往復、夏には同区間を1日に往復運行する。2008年8月13日には累計乗車人数が100万人を突破し、2009年で運行20周年を迎えた。2016年からは客車が5両から4両に減車となった。かつては毎年秋に東路駅川井温泉駅間で延長運転が行われていたが、 2012年10月31日以降行われていない。2019年からは同年5月に運行開始30周年を記念して延長運転を行うなど一部の日程で延長運転が行われるようになっている。なお、ノロッコ号運行開始当初は時速 30km 程度の低速運転を行い、日本一遅い列車として注目を集めていた。 1998年に登場した新型車両は、同年6月の試運転で、函館本線札幌駅小樽駅間を平均時速 40km、最高時速 70km で走行し、翌年4月に小樽の6個号として営業運転するなど、従来車両よりも高速で走行できるようになった。釧路駅と路駅間運転時釧路駅。 河合温泉駅間運転時釧路駅、河合温泉駅間運転時道路駅停車中の、のろっこ号20周年記念ヘッドマーク付き8月、牽引機関車のろっこ号専用塗色となっている。機関車にはヘッドマークが取り付けられる。串路出現のラムサール条約登録40周年など、節目の年には特別なヘッドマークが取り付けられることも、ある。過去に使用された、 牽引機関車、客車50系客車を改造した、客車4両編成である。1998年より使用を開始した2代目の車両である。編成内容は以下の通り、道路、川合温泉寄りが1号車、JR 北海道内部工場で改造された、旧型車両と比べ窓枠を大きくし、開放感を高めているほか、 外装や座席にふんだんに木材を使用している。北海道の自然にマッチした緑色の塗装を施している。なお、この車両の形式名、奥果て510は札幌市中央区に居住していた鉄道愛好家が命名したものである。機関車は、道路、川合温泉方に位置しており、釧路方の先頭車両最前部には、運転台が設けられている。釧路へ向かう時は、 奥果て5 1 0から最後尾の機関車を制御して、推進運転が行われる。過去に使用された、客車運行開始当初は、この3両が使用された。函館にて改造が行われた。雪氷や釧路湿原の川と緑をイメージした白地に、グリーンとブルーのラインをあしらった塗装とした。機関車の赤は、単調を表した。1998年5月5日を最後に、 同列車の運用から離脱した。2号車にあるカウンターにおいて乗車記念品や弁当、お土産品の車内販売を行っている。そのためワゴンサービスは行っていない。JR 北海道が客室乗務員による車内販売を全廃した中、2020年現在でも車内販売が継続されている。専門本線は く路湿原を縦断するように線路が付設されている。そのため、く路川との接近や岩保木水門を見ることができ、また、野生動物に出会うことがある。その際には列車を減速、または停止させることがある。また、観光列車であるため、見どころでは、車内アナウンスによるガイドが行われている。車内では記念の乗車証明書が配布される。 1997年7月27日より運転を開始した臨時列車。夏季の夕方に、釧路駅東路駅間を一応往復した。釧路駅を18時頃出発し、釧路出現の風を満喫する列車であった。現在は運転されていない。1999年10月1日より運転を開始した臨時列車。1998年10月に、 初めて運転された釧路駅河合温泉駅間の釧路湿原の六甲号の名称を変更する形で登場した。10月1日から11月30日にかけて通常のの六個号の運転を延長し釧路駅河合温泉駅間で運転された。列車でしか入れない手つかずの大地や色鮮やかな紅葉を楽しめる列車であった。2005年10月31日をもってこの名称での 運行は終了し、翌年からは再び、釧路湿原の6個号の名称で運行されるようになった。なお、10月中の釧路湿原の6個号の運転について、2013年からは、釧路駅、道路駅を1日に往復するダイヤに変更された。さらに、2015年、2016年に、相次いで列車の運行日数、本数が削減され、2019年時点では、 10月のうち14日間、1日1往復運転されている。2020年9月28日から運転を開始した臨時列車。釧路駅東路駅間を1往復する。下り列車が通常より遅い運行となり、日没の時間帯の釧路出現を走行する。9月28日から30日の3日間、運行された。初年度は全列車がほぼ満席となるなど、 大変好評であった。ありがとうございます。